はい、こんにちは、勝俣博物館です。さあ、今日はひげ剃りの動画ということで、こちらパナソニックの ESLV5E ということで、ラムダッシュシリーズの5枚刃買ってきました。僕過去にね、ブラウンのシリーズ9、そしてブラウンシリーズ5、あとはフィリップスのひげ剃りだったり、いろいろレビューしております。ひげ剃りシリーズ再生リスト作ってあれしますので、概要欄で見たい人は見てみてください。はい、ということでパナソニック黒ですね。今回はリニアシェーバー、ウォッシャブル、本体丸ごと水洗い OK で、なんでこれを買ったかというと、前回まで使ってたこの一番僕が持ってる中ではグレードがいいこのブランドシリーズ9、これ9095cc っていうモデルなんですけども、これがね、風呂でよく使ってたんですが、このヘッドのね、中ここですね、この真ん中の2つ、これが低くなってるのが分かりますかね、この状態。これ本当はこの外側と同じ高さがないとダメなんですけど、なんかね、中の油かなんか分かんないんだけど、ちょっとね、もう3、4年ぐらい使ってるので、もうダメになっちゃいましたね。ダメになっちゃった、使えなくなっちゃった。で、この替え刃も買って新品なんだけど、もったいないんだけど、まあちょっと動画でやるなら新しいひげ剃りパナソニックやってみ使ってみたいなと思って買いました。で、それこそ僕が10年ぐらい前一番最初に買ったひげ剃りがこのパナソニックのラムダッシュ、まあ3、その当時3枚刃だったんですけども、もう今はね5枚刃ということで、あとこちら、2020年6月30日まで購入の買えばプレゼントキャンペーンということで、これね、すごいすごいお得。あぶね、中から保証書とレシートが出てくるところだった。なんでかというと、ひげ剃りで一番高いのは買えばなんですよまあ本体も高いんですけども、この買えばがなんと 4,5,000円するんですね、ものによっては1個。ってことはまあ実質 4,000円、5,000円引きみたいな感じ。買えばプレゼントキャンペーン、どうせ買えるし、歯はやっぱ使っていくと悪くなっちゃうので、で、まあ対象商品はこの中にある5枚刃じゃないとダメですね。リニアシェーバーの5枚刃のラムダッシュをご購入の方ということで、で、これお店にもこのね、パンフレットというかはがき置いてありましたんで持ってきました。はい、まあこれもね、やれるよというお知らせです。まあ今この2020年の今の期間だけですけども、動画はねずっと再生されるので、あ、そんなのあったんだと思ってください。充電時間1時間、交流式充電ということで。そう、あと値段ですね、これドン・キホーテで買いました。2万3500円だったかな、レシートあるなら見ればいい。23,980円、税込みで、価格 .com で見るとですね、意外と同じぐらいの値段で、これの他に赤色があるんですね。赤色が本体の赤があるんですけども、赤が最安で23,044円で、黒の最安が23,500円ということで、お店でね買ったおかげでこの買えばプレゼントキャンペーンも知れたし、まあそんなにね大差ないので、ですぐ手に入ったんでね、めちゃめちゃ良かったです。はい、では開けていこう。ちょっとやっぱワクワクするね、こういうのは。よいしょ。で、このバーコードが必要になってくるので、プレゼントキャンペーンにはね取っときましょう、箱はね。はい、中はこんな感じ。説明書と使用上のお願い、ここ掃除ということで、掃除してくださいっていう場所と、ご愛用者登録のご案内、すごいね、そんなのもあるんだ。さあ、そして本体出てきます。じゃじゃん。結構ね、あっさりした入り方してるんですよね。これが充電式のコードと、これちゃんとオイル入ってる。やっぱオイルがないとね、オイル入ってるひげ剃り初めてかな。ブラウンとかフィリップスって入ってないと思うんですよ。で、これがブラシですね、ブラシで本体、あ、もうないです。さあ、久しぶりのラムダッシュ5枚刃、そして初降臨。あ、蓋が、蓋
蓋はこんな感じですね。あ、ご使用前に替え刃に破れがないか確認を、ご使用開始という、はい、こんな感じで蓋ができます。まあ蓋は基本的に僕はいらないので外しておきましょう。はい、かっこいいね。あ、持ちやすい。あとね、首がね、パナソニックのラムダッシュはこう震えるんですよね。わかりますか？ちょっと首振り人形みたいな感じで震えるんですよ。あ、すごい、横だけじゃない。昔は横だけだったと思うんですけども、これわかりますか、この動き。すごい、もう全方位いく。縦はもちろん、縦このね、この動き、この動きはするんだけど、もちろんね、横も動くし、なんかそのおかげでこの円を描くようにぐるぐる回る。すごい。フィリップスのひげ剃りも今ちょっと手元にないんですけども、フィリップスもね、こうここがね3個ある、これがこうやってぐるぐる回るけど、そんな感じ。すげえ。で、その替え刃部分がこれですね。ここの両サイドを押すと取れます。中はこんな感じになってますね。うん、懐かしい。はい、ラムダッシュメイドインジャパン、すごい、1955年って書いてあります、わざわざ。すごいね。で、ここ電池のやつ、これちょっと取りましょう。もう、あ、違う、わかりやすく書いてあったんだ、ここに貼っといてもよかったなまあ多分充電すれば見れますね。で、後ろも、はい、こんな感じでね、カミソリというかこことかやったりとか、結構毛深いところやったりするときにいいやつですね。はい、ではちょっとアウトで撮ってみましょう。はい、それではまず本体見ていきましょう。こんな感じになってます。ここがね、結構ゴムっぽいグリップが効く素材になってますね。かなり、うん、グリップが効くやつ、お風呂の中でも大丈夫ってことですね。で、ここがツルツルしてて、ここも液晶ですね。で、ツルツルしてる。これがスイッチですね。押してみよう。あ、電源つかない。充電ないですね。最初の初期状態では電池は切れてるということです。で、ラムダッシュのマーク金であって、上がこんな感じ。中見てみましょう。はい。こうなってます。さっき言ってたやつだ、これ。メイドインジャパンの1955年。すごいね。リニアモータードライブ。で、お掃除手入れするとこはここの多分この隅ですね。隅もやってねと、中全ちゃんとやってねということです。で、さっき言った動きできるかな。とりあえずこれがクックと、まあ、全方向動くよということですね。で、後ろがこんな感じですね。ロック、これがロック、はい、この首が動かないやつ、ヘッドが動かないやつね、ロックで、ここがこれ出てくる、ロックされる、フリーが全部動く。はい、ではスイッチ電源入れてみよう。ここにつなげます。入った。20ってことですね。で、ちょっと充電してる間に説明書一緒に見ていきましょう。まずは各部の名前と働きということで、ここにある金色の部分、これがスムースローラーということで、肌滑りを良くしますということで、金のローラーがついております。はい。で、スイッチだったり、ランプだったりということで、こんな感じですね。充電マーク、今 20% になってるので、20% になってから約2、3回使えますということですね。音波洗浄モードとかもあるんだね。まずは初めて使うときということで、1時間ぐらい充電してくださいということですね。はい、あとすごいのが、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーをコントロールするラムダッシュ AI が働きますということで、この AI のマークがつくということですね。ヒゲが濃い部分ではパワーを上げて、薄い部分ではパワーを抑えて肌に優しく剃れます。すごいね。はい、上手な剃り方は90度。これ結構いろんなね、説明書に必ず書いてあることですね。垂直に軽く当てると。ロック、スイッチのロックと解除ということで、ロック操作などなど、こんな感じができますね。書いてありますね。充電が少なくなると、ピーピーと音でお知らせしてくれますということです。お手入れ方法は、外葉を水で濡らし、ハンドソープかクリーニング液をつけるということです。音波洗浄モードで泡立てる、すごいね。そして、
水で流して自然乾燥する。あ、いいね、自然乾燥で専用オイルを塗るということですね。多分これやらないとダメなんだよな。歯の交換は外歯で1年、内歯が約2年ごとということで、内側にあったあの2つのやつですね、あれも変える必要があるということです。すごい早い。まだね10分も経ってないと思うんですけども、ちょっと待ってはいるんですが、もうね40、さっき点滅してたはずなのにもう60が点滅してますね。ちょっとじゃあ使ってみますか。これでね一回取って、お、やってみよう。はい、それでは、生えに生えまくったね僕のこのヒゲを剃りたいと思います。すげえ、ちょっと楽しみ。いきます。音が全然違う。ブラウン、ブラウンはね結構重たい音するんだよね。これちょっとあれだけど、あの歯がおかしくなっちゃってるから音変だけど、ブラウンって結構重たい音するんですよ。こういう、まあでも物によるかな。それはでもこれでもかなり細かいね、振動がね、じゃなくてヒーンって言ってるってことは細かい振動でしてるということ。いきます。すごい、全然痛くない。あの今あえてこの長い部分を上からいったんですよ。そうすると大体蹴って引っ張られて痛っってなったりするんだけども、こっちも、うん、全然痛くない。すごい、これこういうところちょっと一番ね やりたいとこ。あ、痛い、ちょっと痛いわ、ちょっと痛い。 AI のこれついてんのかな。あ、ついてるついてる、 AI のマークついてる。ちょっと痛いな、あ、痛い、ちょっと痛いわ顎の長さまで来ると痛いかもしれん。さっきなんでここ痛くなかったんだろう。場所によるのかな、引っ張られる、抜く痛みですねこれ。ちょっと痛い、うん、うわーすごい、まあ、こういうところはだからこっち使えよって話ですよね。長いところはまず、あ、すごい、これこっちすごい、これだいぶ剃れますね。まあやっぱ長さはある程度整えてからいかないと、先の僕みたいにねめちゃめちゃ痛くなると思う。一回もう一回やってみよう。これでだいぶ長さがなくなったんで、あー、これぐらいだったらもうね、あー、すごい、うーん、これすごいわ。ここまで来るともうすごい。やっぱ長さはあっちゃいけないよね、ヒゲ剃り電動シェーバー使うときに。すごくない？もうほらこんなに、しかもかなりね深剃りできてる気がする。うん、早くやってもね全然今この短い状況だったら痛くない。うん、チュルチュル、だいぶ綺麗になったね。うん、すごい。まあちょっとまだ残ってるかなって感じはするけど、だいぶもうなくなりましたね。これはいいわ。あの歯が、あの当たってる時の感触がすごくいいです。肌にすごい柔らかい。あのブラウンとかフィリップスと比べると柔らかい当たり心地ですね、肌への感触。でやっぱ自動で判断してるので、
強く押しても場所によってやってくれてるとことやってないとこ分かります。であと音がねジジジジこのジーじゃなくてヒゲが反れてる音がね中でちっちゃく聞こえてるので、あ、ちゃんと反れてるなっていう実感もできる音で、うん、本当にかすかだけどねその音が聞こえるのは。あーでもだいぶ綺麗に反れた。これはいいなラムダッシュ、ちょっと高得点ですね。あのこの動きもすごくいいし、ヘッドのやっぱ肌にずっとこうやって今当てまくって反ってるけど何にももう今は痛くない。最初の痛みはやっぱ長すぎたからなだけであって、これはいいわ。うん、あとはちょっとウォッシャブル、お風呂で水洗いの時にどのぐらいの効果を発揮するかはちょっとこの動画ではできないですけども、まあドライでねこんだけ剃れてれば音波洗浄モードとかもあるし、だいぶいいと思いますこれ。てか お得。あの他のブラウンのシリーズ9とか一番フィリップスのやつとか買うより、やっぱ国産のな、やっぱり国産のこの2万3000円2万4000円5000円で買える手頃なね、いい5枚刃のやつ、これすごいいいわ。やっぱさすがドットコムの方でもランキングがね6位、全体のランキング6位なので、うん、もう完璧だね。ここももう全然ないし、すごい嬉しい。俺ここがねこんなに綺麗に剃れるのがね嬉しいんですよ。ここがなんかねすごい濃く生えちゃっていつも、でここがねいつも手こずるんだけども、今みたいにこうやってただこうやって当ててるだけでねこんな綺麗に剃れる、剃り残しなく綺麗に剃れるのは結構初めてかもしれない。際剃りもなかなかいいし、当て方に応じても速さ変えても全然痛くもないし、ローラーのねおかげもあると思う。これはいい、おすすめですね。うん、昔使ってた3マイワはちょっとすぐダメになっちゃったし、あんまりラムダッシュあれだなとか思ってフィリップス行ったりブラウン行ったんですけども、5マイワのこの今の時代ご時世やっぱパナソニックのラムダッシュ5マイワこれいいですね。まだ上のね確かグレードというか、これでも発売が2019年なんで、もう最近じゃ最近、もうちょい上のグレードとかもあるのかな。まあでも言うてこの刃一緒なんでほとんどね、どれもブラウンとかもシリーズ9と言いつつも刃はこの上は一緒なので、だからね無駄にね一番高いのとか買う必要はない。これ一番お手頃なシリーズ、シリーズじゃないわごめんなさい、ESLV5E これはねいいですお前は。はい、ということで今日はラムダッシュでございました。もう一番いいです使ってる中で。これもいいんだけどね、これもね1万円前後1万円いかないぐらいで買えるシリーズ5、後ろもねこれがついてるしこれもすごいいいんですけども、ちょっとラムダッシュの5枚はこれは素晴らしいです。それでは